はい、どうも土屋です。今回は先ほどスーパーに行ってきて赤身がすごく安いものがあったんですけども、こちらです。こちらを今回はトロのように美味しく食べる方法を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは今回必要になるものがスプーン、マヨネーズ、サランラップで、先ほど購入してきたこのマグロになります。はい、それでは早速やっていきます。まずラップを引きます。そしたらですね、まずマグロを出します。はい。ここの ポイントとしてはマヨネーズを使うんで、なるべく隙間がないように置いていただきます。はい。そしたらですね、マヨネーズをにパッてかけます。で、これを塗ったくってください。まんべんなく塗るのがポイントになります。これで片側が終わったんで、裏返しにしていきます。裏側も同じようにマヨネーズを塗ってください。で、裏側も塗ってきます。はい、これだけです。で、あとはこれを閉じるときに、なるべく中に空気が入らないように空気を抜いて、ラップで密封してください。空気を抜いた方が味が馴染みが良くなります。はい、これで OK です。はい。ここまでできたら、あとは冷蔵庫で5時間ほど寝かすような形になります。はい、それではマグロの方なんですけども、5時間経ったんで次の作業に入りたいと思います。はい。で、冷蔵庫に冷やしてたマグロがこちらになります。それでは開けていきます。はい、このような状況になりますんで、そしたらこちらのキッチンペーパーなどでこのマグロの切り身を、マヨネーズを拭き取っていただきます。まあ人それぞれ好みがあると思うんで、多少マヨネーズが残っててもいいって方はそのまんまでいいとは思うんですけども、まあご家庭で見栄えのよく出すようにするんであれば、綺麗に拭き取ってください。はい、
のような形ですね。でこれを洗ってしまうと水っぽくなってしまうんで、洗うのはやめた方がいいと思います。はい、まあこんなのも普通にご家庭でやられるのもありかなとは思います。まあ旦那さんがいる方は、あ今日はちょっといいマグロにしたよなんて言ってお出しするのもいいのかなとは思います。はい、このように拭いていただければ見栄えはあまり変わらないかもしれないですけども、実際食べていただければ通常のよりはトロに近いような形になるんで美味しくいただけると思います。はい、これで以上になります。はい、ありがとうございます。